難波大阪井出口洋介大事にしている言葉。ユースの時に、落ち着きがないというか、感情をそのままプレーに出てしまってたので、熱くなった時にやっぱり冷静になれば、冷静な時の方がプレーは良かったので、やっぱり大事な試合だったりしたら、やっぱり高ぶってしまう選手は少なくないとは思うので、感情的になってしまうっていう自分がおった中で、その言葉をかけてくれたので、どんな試合状況でも、冷静に客観的に捉えて、プレーすることができました。いや、サッカーに限らず、人としても、その言葉は大事なのか、大事だと思います。心は熱く、頭はクールに。次回はヴィッセル神戸、田中秀雄です。ぜひ見てください。